さ、でさ、カンさん11日私どうしたらいい？申し訳ない形ですね。あ、でもなんか誰入れてもいいから、ワンチャンそのクンさんの代わりにヒマジンとか。また私ヒマジンとエペックスするの？でも参加キッズが2人やん、初音と参加キッズみたいな感じで。いいんですかクンさん使って。いや、まあ、いや、まずそもそも本人がいけるかどうかすらもわかんない。あ、まあ、あ、じゃあ無理だ、あいつ多分無理。アドミンと仲いい参加勢って誰なの？いや、もう一人ぼっちで仲良くない。晴れ物扱いされてる。でも晴れ物なのか。晴れ物扱いされてる。持って何、持って何、持って。え、俺なんか、なんて言って今。ジュリークラフトってもう晴れ物扱いなのかって。やばみたいな。いやいや、そういう意味じゃない。普通にあの、なんだっけ。まあ、基本晴れ物扱いだけど、50人クラフトでもかってこと？なるほどね。そういうわけじゃなくて、俺の今、接続詞が間違ってただけ。うちのアドミン君、そんなこと言わないでほしいな。いや、普通に接続詞見つっただけなんで、ごめん。1個ミスるだけで人が傷つくんだぞ。1個ミスるだけで一気に言葉の価値が変わってくるから。傷つくんだぞ、人はそんなことで。申し訳ね、そういうわけではない。そう、あの、ま、雑談なんですけど、ハイパー。2月の末にね、3日4日ぐらい、一切仕事しないでくれって言われて、一切仕事しなかったの。そしたらさ、なんか、よくよく考えたら私多分、千歳抜けてから4日休むって初めてだったのね。4日、3日4日とか休むって。でさ、どうしてか分かんなくなっちゃってさ、私なんかでも最終日ぐらいにめちゃめちゃ休むの楽しくなっちゃって、あと1日遅かったら多分戻ってこれなかったぐらい休むの楽しくなっちゃったんだよね。俺それがあるから休まないんだ。そうだから、もうこれ二度と休めないやって思ってさ。いや、でもまあそういうもんじゃない。めちゃめちゃ怖くなっちゃった。なんか、うん、あれこんなに楽しいことってあるんだって思ってさ。やば、やば、やばいよ。だからクンさんマジで気をつけた方がいいっすよ、本当に。いや、俺は2020年の夏ぐらいに休んだのよ、うん、で、戻すのだいぶかかったのね、うん、で、あー良くないなと思ったんだよ、結構。いや、そう、私もね、今だからちょうど戻してる最中だからさ、めちゃめちゃしんどくて今が頑張んなきゃってなるんだけどさ。体力面的な話なの？いや、気持ちの話が大きいかも、うん、私は。あ、でもなんか人によりそう、うん、なんかそういうのが向いてる人もいると思う。なんか別に、そうだね、なんとも思わない人みたいなのも、うん、休んだ方がパフォーマンス発揮できる人もいれば、もう止まっちゃったら動けなくなっちゃう人もいる、マグロ体質な人もいると。俺は動けなくなるね。なんか結構休めって言ってくる人いるけど、うん、休んだらもう多分クンさんはサービス終了するぞって思ってサービス終了絶対する、うん、歯車止まったら二度と動かんくなる。楽しいこと見つけれる自信あるから、うん、そうなんですよね。発明もね、それがまずい、見つけちゃったからさ、ダメだなと思って、なんか苦しくなっちゃった。でもなんかその幸い、だからその休めって言われても休み方が分かんなくて、ちょこちょこやってたのよ。そのサムネとかももう全部作るよって言われたんだけど、いや、サムネだけでもやりますとかさ、なんかなんだかんだこう案件の撮影ちょっと早めに撮ったりとかしてたんだけど、それのおかげでギリギリ耐えれたって感じかも今、正直。強制的に仕事ができる環境だったからってわけか。そう、家にいたんだけど、ずっとなんか一人にさせちゃダメみたいに言われてたから、まあ、割とちょくちょくいろんな友達がさ、ご飯買ってきてくれたりとかしてたんだけど、なんかこう一人にされるとね、 OK。 いるな。あ、一人か、飛んだな。割った割った。はい、ミリミリミリ、マジでミリ。いや、引っ張られてる。ホライゾンこの裏、やったやった。ナイス。マスター。どこからね、アークが飛んできたんだよね。待った。これ割り。行こう。はいはい、いいよ。後ろ後ろ。先にここ行かね。いいよ。中入って下がる下がる。大丈夫大丈夫。ここ張り付いてる。クさん、それやれる。割り、やった。ナイス。ラスト。あ、こんにちは。上上上、降りた。でもなんかね、休んで思ったことはね、話すこといっぱいできるなと思った、うん、なんていうの、インプットとアウトプットの割合めちゃめちゃ難しいなと思って。特にさ、私とかも最近別にゲーム上手い売りしてるわけじゃないからさ、話をしなきゃいけない、資格考えなきゃなんか、まあクンさんに比べたら全然だけどさ。で、考えた末出てきたのがサルゲッチ2だったんですよ。ごめん、なんかサルゲッチ2に飛躍してた、なんかなんか内容が飛躍して何言ってるかよく分かんなかった。いや、だからなんか新しいことやりたいなとか、面白いことやりたいなってなった結果のサルゲッチ2でしたね。配線分かんなくてやってないけど。じゃあ、まあ今後ね、サルゲッチ関係、まあプレイステーションゲーム、多分レトロゲーやり続ける女みたいな感じでしょ。多分
サルゲッツ2やったら飽きると思うんだけど。マジで？わかんない。でも面白かったらなんかそういうのもやりたいなと思って。エーペックスだけじゃなくて。マジでレトロ系はなんかめっちゃレアな感じするけどな。昔やっめちゃめちゃやり込んでたゲームとか今やったらどうなるんだろうなとかさ。あ、単純に流行りものじゃなくてもう自分の好きなものだけでちょっとやってみようかなと思って。最終形態だよそれが。うん、動画投稿者のそのフェーズに行きたいけど行けなさそうだなと思ってるから。だから別に普通に複数本投稿で猿が増えるだけかな私は。それもうほぼ無編集で出したいからさ。僕はマイクラ好きなんで。あ、まあ、いいですね。好きなことやりますね。はい。なんか誰に言わされてるのか今大丈夫。なんか誰かに銃口突きつけられてない後ろから。マイクラ好きですよ僕。はい、僕マイクラ大好きなんで。心の底から言ってるそれ。自分の胸に手当ててもう一回言ってみ。俺マイクラしてないからなそんなに。あのゲーム MMO だから。オーケストラでいう指揮者みたいなことを知るだけだから。そうそうそう、 MMO ですあれ、うんうん、MMO の方は好きなんだ。50人クラフトって MMO やってるかもしれない。なんかやっぱさ、すごい怖い話するんだけどさ、なんか最後ぶっ倒れてから耳おかしいんだよねずっと。大丈夫か？いや、わかんない。鼓膜は死んでも回復するから大丈夫、うん、あ、でも視聴者が誤解を抱かないように言うと、初音さんは覚醒剤を使っておりません。覚醒剤でなる症状であるそれ。怖合法な方。耳がダメになっちゃうみたいな。サバルさん、合法な方って言い方何ですか？え、医療学的合法。合法的な飛び方をしてるだけ、初音さんは。そのなんか音楽聴いてるだけ。R指定みたいな。合法ではない合法だ。いるくねこれ。ん？いる？これ人じゃない？ほら。あ、人だわ。あれ人間だよね。第一村人やっと発見したわ。飛ぼうぜジャンパで。あ、ここ左から行こう。オッケーオッケー。もう一個ジャンパたくわこれ前に。はい、ジャンプジャンプ。あぶねえ。わあ全然食らったわ。あぶねとか言って。ああちょっとちょっとまずい。援護射撃するわ。あべやべやべ。大丈夫大丈夫。やべ犬だる。私の目の前一人いる。え、強すぎ。ごめん。張ってる張ってる。この人ね、強い。このホライゾン全然ウィングマンダメだった最初。あ、無理だ。いる。よし、オッケー。上乗ります。はい。わ、あのね、いっぱいいるわ。それも上乗られたわ。あの、いや、無理ゲーって感じ。終わった。こっち、え、クンさんの方いる？それ。いや、今全然いる。戦わないと。あ、いや、なんかね、お、奥さんどこ行った。わぁ、一人やった。あ、まあ、キュアエルはあれ、一旦マシマシたいんだ、これ。いやぁ、こいつ、マジで見る、こいつ。こいつミリ。そっち行くわ。来た。ナイス。57。ナイス。やった終わり。いいね。スバルト先起こすね私。ドサマギレ蘇生するわ。いいよ。じゃワットソンのやつぶっ壊しててほしい。いいよ。ワノットワノットか。あ、ナイスナイス。ここね、あ、まっ強いわ。紫とここにもいるわ。だからあそこファイトするの待った方がいいかも。あれ、うん、あの辺スターソルトあれ、うん、それと青アーマーたくさんある。そこオッケー、もらったもらった。うわめっちゃ飛んでった。それよりもこっちも怖いんだな。こっちはいないか。あ、ワンパ終わらせた。ワンパ終わらせた。ここ2人。こっちそっちいるよ。そっち2人。ん？いや、そこ終わったよ。いや、まだ2人いる。ん？赤ピンにね、2人いるんだよ。木の裏に隠れてる、それ多分。ああ、いいね。当てた、当てた。これ、排除しながら芝来てえな。相手回されてたくないね。うん。金アーマーね、あいつ。逃げた、逃げた。上行った、上行った。ん？いや、逃げてない、逃げてない。1人いる。やった、やった。あと一人ガン、あーなんか後ろから別来てるな。あ、撃たれてる、どっか撃たれてる。上から撃たれたと思う、多分。はい。ここめっちゃいる。3人いるわ。殺し回ってると思う、あいつら。
ブソドク来た。待って、一回なんかこっちで私のとこ。多分、いけるかな。多分、打たれると思う、俺。カバー欲しい。大丈夫。オッケー、真下入ってんね、それ。うわ、なんか、一気に来そう、これ。レイス肉だわ。あ、いや、バンガ肉だ。バンガ肉。バンガミリ。サナが逃げてる。バンガガチでミリだわ、本当に。ダメだ、クマがね。なんかあいつシフト機押せてないやついる。あー、めっちゃろ。あー、めっちゃろ。行ってもいいよ、別にこれ。オッケー、行こう。行くか。あの裏、ジャンパン出す。あ、後ろ別パ来てるわ、これ。前だよ、もう。終わった。やった。やべ。ちょっと待って。今ファイト中。もう来たね。あ、終わった。ナイス。終わった。まだいる、まだいる。逃げて。あ、まずスワップして。いやー、スワップできなかった、今。まあ、赤アマな、強っ。パス。28、無理か。あれ、ちょっと、これなんか、まずくない ?4 レベルですよ、この人。あ、まあ、そういうことじゃね。ちょっと見ようかな。てかこの人なんかマジでキャラエーペックス始めてなんか1週間ぐらいなのかな。俺のパスファインダーより下手なのは理解できてる、今日でしょ多分。なんだそこのしゃがみは。何かが見えてるのか。いや、な何見てんだこいつ。チーター負けるぞ。おいああハエ叩きされた。いや、わかんない。まだワンチャンある。2人で挟めれば。これ場所取ってるから。いや、こいつ見えてんだな。このファイトの力やめだ。ワンチャン。あ、でも負ける。頑張れ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 。ドアない。ああ、マジで。いや、こいつにアーマースアップっていう能力はない。アーマースアップ知らん、多分見えてるから鬼ごっこしてるんでしょう。あ、逃げられない。こっち死んだでしょ。いや、何が見えてんだよ。わかんないよ。なんか全くわからん。じゃあなんでこいつ回復しない。いやー、すごい。もう弾右と左に飛んでる。いや、いけ、頼む、行ってくれ。頼む。フェニキだから押せ。フェニキだから押せ。フェニキされたら終わるぞ。あー、それじゃない。あー、終わったな、これ。終わったー。これは終わったな。これはしゃあない、かわいそうに。いや、でも起きたぞ、一人。それ入ったから。見えてるー。あー。まず何が面白いんだろうな、ゲーム。楽しめた話じゃねえよ。お前のせいで思うねえわ。